どうもー、どうもジェリーです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、5月17日、まあ、今日も、競馬の話、やらせてもらってくれって、これマジで。やらせてもらって、ね、みおさん、ちょっと7選手おめでとうっていう、マジでね、ほっと、やっぱ鉄人だよね。これも何度も言うけど、ふみおと、ゆういちの、なんか、ご機嫌テレビじゃないけど、なんかネット競馬の、トークはマジ神だから、ほんとみんなよかったら見てねっていうね、そう、ということで、まあ、今日はね、まあ、お待たせしましたってことは明日、まあ、スマイルデーってことで、スマイルプロバイド、および、まあ、今年、ようやく、デビューができます、スマイルシュプレムと。来たね、マジで。来たってことだよ。ソウル言わないで、これマジでソウルって。なんだよ、ちょっとね、出るのが早いっていう。いや、しんどけ。お前がしんどけ、マジで俺は生きる。俺はもう生き続けて、そして馬主をやり続けて、まあやっぱ名前をね、この後世に残していくっていう、そう、時は満ちた。まあ満ちたな。道に満ち溢れたなっていう、マジで。やっとだよ、ほんと。まあ、プロバイドもね、もちろん頑張って、今、このスマイネル軍団を、まあ、俺と、もうほんとプロバイドの2頭で、2頭って俺は1頭2頭じゃねえけどって、まあ、2人でね、支えてるっていう感じなんだけど、ほんとな。まあその、一端をね、まあ、シュプレム国家になってもらうと、マジで、いうところまで来たよっていう、マジで、大丈夫。まあ、わからない。走ってみないとわからないし、まあ、なんて言うんだろう。まあ、まず無事に帰ってこいということなんだけどね、シュプレム。そう、印もね、ついてるしね。そう。デビュー戦だからウキウキ。いや、やっぱね、もう昨日も言ったんだけど、デビュー戦はね、ほんとね、毎回緊張する。何が起こるかわかんないでも、ほんと、マジで。やっぱそこは、楽しみマジで、新しいズラってどういうことやっていう。ズラ買う金があったら馬買うわっていう。そう。芝、5馬、なんだそれっていう。どうしたみたいな。そう。いうことで、まぁ、あ、ちょっとね、頑張、マジでちょっとね、これ全力で。またちょうどね、これ、昼休みなんで、まあ、これ全力で見るよねっていう、マジで作戦箱。いや、まあ、箱というかね、そういうレースにはまだならないと思うんだけど、マジで。そう、全く勝たない。まあ、全く走らない可能性は高い、ぶっちゃけ。脳系のタイムとか言った。ただね、やっぱ一周健康で回ってくるだけでも、あんだけ辛いもしただろうと、マジで。明日こそ、明日ね、放送できない。ごめん。明日ちょっとね、もうちょっと出張で移動ってことで、多分その、この時間帯も本当移動してますっていう。珍しく遅刻しない。まあ、昨日も遅刻してないけどね。やるときやりますよ。ただちょっと、最近ちょっとね、パケットが、足らなくなりまして、はい。まあ、ちょっと、やっぱこの IoT のご時世って言って、そう、何か、から、自分の会社でから出張してどうすんねん、マジで。考えろ、サラリーマンじゃないんだからっていう、ようってことでね、頑張って、ちょっとやってこうぜっていう、何か、ケチケチしてねえよ、だから、だから、何回も言ってるけど、そこは、やれるんだったらやりたい。ただ、時間と場所がないっていう、今日出張で、東京やらデリバリーのお姉さん呼ん、どういうことやったから、東京やらデリバリーのお姉さん呼んでいて、もういいに決まってるだろ、それ。ね、東京満喫してくれよっていう、パケット買った。買ったんだろ、バカら。買ったんだよ。パケット買ってきましたよってね。利益水増し、どうやってすんねんだから。何回も言ってるけど、水増ししても、いいですか？実際利益なかったら金残んないでしょっていう。別にうち上場企業じゃねえから、マジで。そう考えろっていう、実質。もう実力で数字上げるしかないんだよっていう。激しい出張、どんな出張やねんっていう。いうことで。まあ今日はね、ちょっと、どの順番でいこうか。どの順番でいこうかなってことで、まずプロバイドから行っとくか、マジで。プロバイドから行っとこうかなっていう。いうことで。じゃあ、ちょっと待ってよ。今、ちょっとデスクトップの準備をしますってことでね。今日ね、小松井さんがまた、動画上げてくれてるんで、そっちの方でね、行こうかなっていう。多分これ、プロバイドの、近畿か。近畿の、早押しとってやりますかなっていうデスクトップってことでね。どうも、ジェネンです。どうぞよろしくお願いしますってことでね。まあ、こちら、まあ、YouTube ってことで、なぜか、誰がゴキブリやねんって。誰がゴキブリやねんみたいな。そう。いうことで、これ。ちょ、みんなで見ていこうと。風呂入るわけないだろ、夜にバカ野郎マジで。こんな、もう何回も言うけどね、歯磨く風呂入るんで、そんなやついねえから毎日やってるやつ。そう。新姫バス。かなっていうね、ちょっと、なんだよこれ、電って。なんだこれ、いらないこれ、罰ってことで、そう。ちょっと、クリック。ちょっと読み込む、まずは。そう。な、吉村ジョッキーね、これちょっと初騎乗か。
バス騎乗ということで、ここはね、すごい期待してますよね。メインレース、新規バス杯です。うん、1400メートル。新規バス杯。にこうだって、うん、そうそうそう。それぞれの方ないんじゃないかな。ねえ。まぁ、あ、ちょっと外どうよっていうのあるんだけどね。おぉ、マジで。ユン多いってどうなんだ。まぁ、あ、だから、おぉ、今日セイシプリーム、こちらは。マジンガーこれ。連勝して A2 に上がってきた。マジンガーこれ。え、いや、無印じゃねえしまして。どこ見てんだよ、マジで。対抗対抗。おぉ。どうかいうことになる。そうそう。専用専用。こんなの垂れるからマジで大丈夫大丈夫。冷凍だし違うわって。違うわって。マジで。まあ、とか何八百長で脂質ついたから勝てなかった。どうなんだよマジで。バカ野郎。14で、専用でバレてほしい。いや、そうそうそう。だもう全然いけるよねみたいなこれ。もう、マジで。もう、勢いがあるし。これ、14にまして。こっちのまで。こっちはね、多分偽物なんで。乗り越えてくれないかなと。そうですか。え、また、いや、ここできねえな、外だから。ほとんど千里ばかり使う。起爆の時に日本も一番歌って参じゃっていう結果です。まあ、ね、ちょっと、まあ、ややこしいというか、本命にされました。さて、対抗なんですが、対抗、これ来たスマイルプロバイン。これ来た、まあ、こちらはね、実績がね、まあ、B1 勝ち。まあ、A2 前走、この3着という成績。まあ、ちょっとね、実力ですからね。まあ、不潔っぽいところがあるんだけどな、マジで。割り込んでくれないかなと、前走がね、まあ、思った以上に頑張って。ちょっとね、まあ、ポイント集中だったから、まあまあ、結構、上から下から来てる。だから、そこは今回頑張るんだろうかっていう。一歩前に行かないところはね、やっぱ不敬なんだよな。2と、3番手、7番のフェイフェイというのは、フェイフェイ。何だフェイフェイってこれ。箱でハゲ、マツで、ということで。箱じゃねえって言ってんだよ。箱は、内枠の馬が、まあその、なんだろ、かかりかからずにずっとついていくみたいな。まだ不敬だよ。なんかね、この場合は、毛が長い。マジで。繁殖。全体で向いてるっちゃ向いてるのかもしれないけど。B1 クラス買ってますけど、ちょうどまあ昇級してる。ああ、合ってるね、合ってる。それから、それから、4番、マイネル・コンキスタ。マイネル・コンキスタ。かつて、A1 で勝ってるまでもありますし、今 A2 で勝ってるまあいいところがあってもと思いますね。そう、レバトリプロバイド。まあちょっとね、乙女だからね。そうだ、勝ってたんですが、今日水曜日に来ましたから。あと、あんま、このね、馬場だよねっていうのあるけどね。確かに。そうそう、どっちかも、年中受けてるね。相手がいないっていう。ところが、まず上げてはいけない。その好きじゃねえわ。まあ、除外上げでクラスが上がってて、まあ、難しいところはあるかなとは思うんですけど、前にやっぱしぶといですからね、この馬は。そうそうそう。なるほどね。ジェット。しぶといんですよ。ジェットがありますので、これも使えます。ガボって何？ガボ？ガボって何だっけ？するし、マナーだったら違います？まあ、これも、入らなかったんですけど。まあ、だいたいこのスマイルビジェット逃げる、まあ、逃げばバーっていく中で、後ろについていけばいいんや、マジで。そうですよね。解説者なんかな。いや、解説、まあ、普通にね、まあ、その他の解説者に3人しかいないから、まあ、その中の1人みたいな。さあ、来いよ、来いよ。12番。おう。12番どう？はい、そう。抑えかよ、これ。あ、どうも、クルーズさん。地方競馬でお話しやってます。ジェルミです。どうぞよろしくお願いします。ちょっと、うちの馬が、なんとね、対抗に、ちょっとね、戻ろうか。おう。うちの、おい、ちょっと待って、さあ、戻れ。対抗に押されてます。はい。スマイルプロバイドですね。このコミュニティで名前つけてもらいましたと思って、これは12番、うちの馬ですということで。はい。一口じゃねえよ、だから。全口だわ、っていう。ただね、軸ではなかった。おう、軸ではなかったってことで、まあちょっとね、これ、対抗なんだけど、まあ、マジでマジで。おう。しかもね、オープンクラスだから11です。メインレース、マジで。おう、いうことで、まあ、このコミってね、名前付けてもらいながら、そんなコミって配信やってます。どうぞよろしくですよね。そうそう。マジで、これちょっとね、マルチなんで、頭絶対こっちあるよね、みたいな。借金者が仕事したらどういうことだね。あ、幸せだよ。大好きな人と、こんな素敵なところで、ずっと一緒にいられて。お、終わった終わっちゃったちょ、終わっ、みなみちゃん終わっちゃった。短かった、マジで。おぉ。センチメンタルじゃない。くそ、なんなんだよ、これ、マジで。何度も言うけどな、これ、マジで。おぉ、ちょっとな、おかしいぞっていう、これ。おぉ、ぶっちゃけ。歌うのやめて。まあ、それはね、俺も思う。おぉ、俺も確かに思うわっていう。そうそうそう。おぉ、見分け君って。もうちょっとね、前日考えたんだろうな。おぉ、まあ、ちょっとその他の恥をさらしてしまったっていう。おぉ、まあ、残念ながらっていう。そうそうそう。おぉ、歌枠は、まあ、ありませんね。はい。歌枠あるわけじゃないんだけど、まあ、そんな感じで、うん。まあ、プロバイド、はい。対抗入りましたってことで、歌ってって、何を歌うんだよ。もう、歌う、その、なんか、楽々の方がただ歌うっても何も出てこないだろうっていう、そうそうそう、いうことで。ちょっと見てみようか。うん。まずは、競馬の、その、だ、競馬、ドンってこと
ね、もう騎手ってこと、騎手でさえ、ジョッキーもやってます。うん、そうそうそう。で、松野通ったの方も、なんで、俺の方が即興だからマジで。別に事前に用意してねえから、そこのなんかこう感動っていうのあるよねっていう。そうそうそう。ハイトン。さあどうこれ。騎手来いよ。はちゃん。お、まあまあついてる。おう。まあ結構バラバラだね、これ。バラバラ。おう。松野は冷え、あつのハゲヒトさんはどういう本場入場の仕組みどういうことだハゲヒトってどういうことなんだよ、まあ、それは、ね、スマイルプロバイド、まさに笑顔を提供する、軍団として頑張ります、吉村さん頑張ってスマイルプロバイドみたいな。そんな感じだな、これ。おもうそういうのがもうスパーンって言ってるっていう。SPO も、SPO もちょっと後で見ようか。うん、まずはこれちょっとまあ一般紙みたいな感じで。そうそうそう。11番のまた田中村の相性がめっちゃいいっていう。あ、そうなんだ。うん。まあ、確かに632ってことで、そうそうそう。まあ、勢いはね、あるまではね、ただ、こいつ逃げましょう。おう。で、こいつも逃げ、まあ、トコポセイドも前に行く。おう。で、スマイルビジェットもね、もうこれもう、もう死ぬ格好で逃げるみたいな。おう。まあ、戦にだよね、この馬も。おう。まあ、この馬も。だ、この辺が早い馬が前に行くと。おう。で、ポセイドを追いかけると。うん。で、そんな中で、プロバイドが、まあ、4番手だよね、マジで。ジェットも行く。ジェットも行くか。おう。あ、ジェットも行く。おう。そこで、まあ、箱だな。おう。お得入れました、箱。マジで。おう。お前スマイル二刀だってなって。うちの、だからスマイル偽物だってんだろっていう。そうそうそう。プロバイダーそこそこ高齢ですよ。いや、だから、生かしとけばいいんだよ、マジで、ここは。もうこれぶっちゃけな。うん。今回ちょっと吉村さんマジで、ちょっと箱ってくださいっていう。おう。今日のババは先行逃げ切りが多い。いや、でもね、こんだけ前に行く馬がいたら、マジで、早くならないわけねえから、マジで。おう。そっちのスマイルの方がさっき言って。いや、だから行ったらいいんだよ。もう行け行けと。おう、マジで。おう、スマイル軍団のビジェット。とか他の逃げ馬なんでもまなんだこれ漢字読めないこれなんかもうなんか前圧おちょわからないわからないよえ犬って馬に勝てるどこに犬がいるんだよだからどこに犬がいるんだよってこれお今日の川原は神騎手マジでまあ、川原さんねもちろん上手だからね賞金は120万うん一着120万おこれちょっと頑張ってね、取りに行かなきゃなーっていうね。そうそう、頑張れ、ビジェットは。スマイル、プロバイドの方だろって、これ。こっちじゃなくてこっちだよっていう。そうそうそう。なんでね、まあ、生かしとけと、まずは。前にね。うん。神姫バスの色行ってみるよ。にわかっていう。神姫バスター何なんだよ、だから。おだわ見たことねえし、なんか読み方が確か違っ、なんだっけなんだっけもう一回、ちょっと読み方、予想の左右上に、なんてか、予想右上力は、接近、白中線。合ってるこれ。おう、新規バスか。おう、新規バス。おう。ちょっと、なんのバスかかな。まあ、姫路に行くのかなこれ。姫って書いてあるから。そういう感じこれ。なんか、名神みたいな。おう。そういう系これ、マジで。そうそうそう。バツついてるから、ダメなんじゃない。いや、バツは、まあ、なんもついてないよりも、バツついてるのは、いいよってこと。そうそうそう。おう。関東バス230円っていう。おうっていうね。そうそうそう。おう。何なんでも、超って。おう、なんの字だよって。おう、あらきで。ねきでちょっと星が流れましたっていうことで。そうそうそう。いうことで。これね、多分相当前早くなる。うん。相当前早くなるから、お勝ったらどのくらい馬の車に乗って。8割。8割はいるから、まあ約100万。手当ては多分約100万ぐらい入る。勝てばね。そうそうそう。前走がまあ3着だから、同じ、こんなもんかな。10万ぐらい、ちょい。おう、それ、明日2頭走る。だからなんか、こっちはうちの馬じゃねえよって、これ。買いたいよ、馬主がここにピッて。そうそうそう。何がどういうことだよって、そういうことだよっていう。そうそうそう。120万何使うの ?120 万。もちろん次の馬に、もう全力通してはマジバイプッシュみたいな。そうそうそう。なんで、ここは、やっぱり、まあ、あと言っても、ぶっちゃけ言っても、今、餌代うん。今、まあ、まだね、まあ、やっとね、そう。この次枠で話すんだけど、実は、去年で、ね、デビューする予定だった馬が、デビューする前に、怪我をしてしまって、おうで、その馬が、ようやく今ね、この一年の長きブランク、まあ、その、故障した箇所を治す、まあ、その治療期間も経て、ようやく、来れましたと。おう、つべや、まあ、明日あげらしてあげる。うん。で、ようやく復活ですと。で、もう、まだ、でも故障してる馬がいて、やっぱ、そういう馬がね、もう支えなきゃいけないから、そう、金も稼がなきゃいけないんだよ。だから俺も頑張って働いてるんだけど、やっぱり、今、走るまでね、しっかりとその、な、兄弟分支えてやろうぜって、おう、そのスマイネル軍団をしっかり支えていこうって、そういう気持ち。うん、マジで。そうそう、明日生で実況し、まあ、仕事なんでね。うん、何度も言ってるけど、仕事中なんで、できないですけどっていう、タグ口よく、何の話やねんっていう、そうそうそう。なんで、まあそこは、うん。まあ、頑張ってもらいたいなと。ただ、この控える競馬はちゃんとできてるから。うん。できてるから。
まあ、あとはもう本当に、もう勝つのみ。うん。もうそれだけっていう。そうそうそう。明日反省かもないな。明日ね、やりたいんだけど、もうだし、仕事で移動の時間帯なの、この時間。もう仕事終わってそのまま移動みたいな感じだから、そうそう。仕事中、少し手を止めてみるのっていう。いや、だから、あの、こっちは見れないんだけど、昼間、もう一頭のね、まあ、さっき言ったシュプレムの方が、まあ、見れるかなっていうのと、控えても刺す足持ってないじゃん。だからなんか見てる。前がファーって行けば、その後ろについてって垂れてるところをそのままのまくっていけばいいんだよっていう。そうそう。どこに移動するのっていう。一応明日、名古屋。うん。名古屋に移動して、まあ、そっから、まあ、北の、なんだろう、西の方へ徐々に行きながら、お客さん回って、そのまま帰りみたいな。そうそうそう。馬主ね、騎手に敷いて、できるよとか、毎回してるよっていう。そうそうそう。だ今回は、今回はもう前に行く馬多いから、もうちょっとね、まあ、要は、なんだろう、いわゆる箱を、だ前に行ってる馬の中のこっちをイン、外からスーッとインに行って箱みたいな。まあ、うちに馬がいれば、その横につけばいいみたいな。そうそうそう。名古屋買おうって言った。仕事だっつってんだ、仕事だって。そうそうそう。生徒で行っていいのっていう。どれ？うん。どれで箱りたいって。そうそう、箱。まあ、その作戦で行こうかな、みたいな。そうそうそう。なんで、仕事で馬の話とかするの？いや、もう、あのね、仕事、もう、馬主、この、馬主なんですねっていうところとかも、もう、知ってる人は知ってるみたいな。別にもう、こっちから話すことはそんなないけど、だから別に、作戦放送で行け。いや、全然いいよ、だから。別に。他の人聞いてたらダメだよ。いや、まあ、他の人聞いてたら、まず言ってしまうともうね、ジョッキー調整ルームに全員入ってるから。もうちょっと調教師が伝えるだけみたいな。そうそうそう。だし、まあ、言ってもね、この配信誰が聞いてますかみたいな、そのレベル。そうそうそう。なんで全然問題なしみたいな。そうそうそう。3のスマイル前行って箱っていう。そう。3のスマイル、ジェット、東高ポセイドン、あとこれ、セイシュプリーム。もう全部前行って、で、ぽっかり空いたところに箱。だから実質も戦闘みたいな。そうそうそう。3番のスマイルは52キロだぞ。まあ、分かってる。だからこのね、田村、まあその、新人ジョッキー乗せて減量だから、もう、前に行くしかないんだよ、だから。もう軽い馬は前に行くしかないから、もう絶対スマイルジェット前に行くと。馬は内枠だし。で、それに、選手プレム、シュプリームもやっぱり前に行かないと結果出てないから、これね。前に行くと。ってなったら絶対速くなるから、マジで。ぶちかかってる。いや、全然チャンスあり。全然チャンスありだ、マジで。俺とトリック、120万取りに行くから、掴み取りだよ、現金。マジで。そうそうそう。田村って田村って、ちょっとわかんないけど、うん。まず新人ジョッキーだよ、多分。そうそうそう。だからもうこれで、まあ大体前が速くなるから、もう超いいポジションに入れると、マジで。また、俺が乗るわけじゃないけどね。そうそうそう。1円玉じゃない、120万、マジで。社長なのに社長ばかり行くんだなって。俺がだから売らなきゃね。いや、もう社長が売らなきゃ何やるんだよっていう。そうそうそう。いつになったら大井に行けるのって言ったら、大井は行かないよって。うん、大井はもうクソだから、マジで。そうそう。俺は馬券に買いたいけど仕事、馬券買いたいけど仕事なんだ。まあ、それはね、昼間とかね、まあ、この、ま、15時ぐらいか。まあ、ちょいね、ちょっと払いたい、トイレみたいな。そういう感じで、ね、まあ、見てもらってもいいかな、みたいな。そうそう。アルカナはあるかなって。アルカナ？アルカナ、これか。ないかな。ないかなっていうね。そうそう。だって、だいたい、吉村さんが、プロバイト乗ってくれてるじゃんって、マジで。まあもちろん飯田先生のね、流れはあると思うけど、プロバイトにわざわざ乗ってくれてるじゃんっていう、これマジで。いつになったら病院室進むわけねえだって。もう俺は、ただただ昇る太陽だっていう。そうそうそう。なんで、まあ、ちょっとここを、まあ分かってほしいね。吉村さんもやっぱね、スーパージョッキーなんで、やっぱりね、リーディングなんで、まあやっぱプロバイド、まあ松野さんの馬乗っとこうかな、みたいな。まあそこはやっぱね、ちゃんと顔もお互い分かってるから、ありがとうって、あの時は乗ってくれてありがとう、みたいな。今回杉原くん違うのか。まあ杉原くんも、まあ自分の厩舎の馬だからね、まあそっち優先みたいな。そうそう。3、5、3って来るから、明日は5だなっていう。いや、7でしょって。5、3、1でしょって、2ずつ上がっとるから、みたいな。そうそう。吉村誰って、やった。ごめんな。そこは、もう全然もう、コミュニケーション取りまくりングだから。俺が、ジョッキーやってるってことも分かってて、しかもそのジョッキー乗ってる動画も見てるから、いや、昔松野さんなんかそこまで乗れちゃうってなんかすごいっすね、みたいな。まあ、それは多分ね、気遣ってるんだけど、そうそうそう。ただ、まあ、ぶっちゃけそこは、まあ、やっぱり、いわゆるプロも認める、まあ、騎乗スタイルみたいな。そうそう。練習まで電話して、だから調整ルームだってんだろっていう。そうそう。明後日、明後日、明後日。いや、朝、うん。明後日、明日、明日。
うん、そうそうそう。なんか、へーってね。そうそうそう。なんで、まあまあまあ、本当に、前早くなりそうだし、そこのポジション取りもね、まあ全く問題ないかなと。そうそうそう。後ろの騎士も大変だな、あんなヘッピー。だ、何回も言ってくる。じゃあ、ヘッピー騎士だったら、俺とまあ勝負しても差し出させても、そのレースでも何でもいいから、マジで。乗ってみるよ、マジで。まあ、どんだけまあ、5、60キロ走ってる前のところに輪っか2つにピョン乗って、もうやれるか。何か、ヘッピー見せないよ、だから。SB は SB を。うん、SB をちょっと自分の、まあ、予想システムってことで。おちょっと待って、ちょっと、おなんで、まあ、これ、55のなんかネット競馬、これ、なんかこれ、なんでこれお気に入り入っとんねんって、これ、いらんわ、これ。おマジいらないっていうね、バツっていう、そうそうそう。ヘブリながらってどういうことだねっていう。おそうそうそう。見てみようか。お園田の11ですね。うん、クリックってことで、そうそうそう。自作自演、なんで自作自演って。いや、これは、普通にシステムで予想してるから、そうそうそう。よかったよ、12番か。うん。あ、一番来るポジション。ごめんな、これ。ちょっとまあ、SB を使ってる人分かると思うけど、この押さえの一投目。一番、目はね、一番荒れる時に来るポジション。マジで。おう。ここ。これ相当ええぞ、マジで。おう。いや、補正全然入れてねえよ、だから。おう。補正全く入れてない。うん。これは、あるな。マジで。これあるわ、マジで。おぉ。一着。いや、ある立ちは。もう、立てがね、そもそもこれ縦箱入ってるから、縦箱。おぉ。この縦フラグとか箱フラグ入ったら、もう、超混戦。だから、だから、6番って出てるけど、言っても5ポイント差 ?5 馬身差おぉ。まあ、全然やれるよ、マジで。詐欺った、誰が詐欺されたんだから、何を詐欺ったんやっていう。横の子、なんだよ、これ。おぉ。フリーになって。実現できた健康と彼女、収入2倍。なんだこれ。これ、なんか、俳句かなと思ったら普通の体じゃねえかよって、これ。そうそうそう。健康と彼女。彼女もできるのか、これ。マジかっていう。そうそう。当たる最高。当たる、マジで。大体、何回も言ってるけど、いいか?これだ、キーワードで、競馬、あ、競馬、地方競馬、予想。検索してみろと、マジで。あ、くそ、ちょっと楽天負けた。まあ、実質1位みたいな。うん。もう実質チーム。ごめんな、これもうマジで。おう。いや、楽天もね、多分、もうその日によっては勝てるな、みたいな、マジで。おう。これは。おう。もうごめんやけど、日によっては勝てるよね、みたいな。そうそうそう。おう。やれます。はい。ということで、まあね、これ、まあ、俺が認めてるんじゃなくて、Google 先生が認めてるみたいな。世界一っていう。そうそうそう。おう。まあ、いう中で、まあ、プロバイドね。おう。まあ、吉村ジョッキーがね、おう、まあ、しっかりと導いてくれるでしょう、と、マジで。おう、そうそうそう、変な感じで。いや、楽天3だったらね、まあ、それはね、俺も使ってるし、っていう。そうそうそう。何が、お前たこの人、見つかっちゃったらバカ野郎っていう。何代だよって、だから、そうそう、ね。シュプレマね、次枠でやりますっていう。そうそう。いくら払ってねえよ、だから。むしろこういう広告費用で、Google さんからは月10万以上もらってますっていう。おう、それも全部、予託料。お馬台っていうところに回してるって。な、だから、見事だよな、本当に。俺もすべて競馬、まあ競馬、まああと自分で働いてるのもあるけど、競馬で回してるっていう間に。どこが詐欺だよ、バカ野郎だから。彼とってね、だ無料サイトなんて。無料で何を詐欺るんですか、マジで、みたいな。そうそうそう。その月中は進行してます。はい。全部、馬主の、まあ結局マイナスなんだけど、まあその馬活動っていう、その、なんだろう、事業として全部審査してますっていう、そうそう。借金頼ってるんじゃん。金がないんだもんだって。頼まないもん仕方ないだろっていう、そうそうそう。このサイト見たこと。はい。はい、君、脅迫罪残念ってことで、ね、追い詰められて、はい、逮捕です。残念ってことで、そうそうそう。松のちんちハゲ取締役を違反。現行犯だった。ハゲと、何を取り締まっとんねんみたいな。だから、何を取り締まっ、サチコ返せね。俺のセリフだわ、それ。ね、サチコさん幸せですかっていう、そうそうそう、いうことで。だからもうここは、まあ、ね、ちょっと恥ずかしいですわね。できない吉村さんの性格乗ってくれてるし、まあ一発ここで、ね、かましていこうぜっていうところじゃないかなっていうね。そうそうそう。まあちょっと、すげくもね、今乗ってるし、うん、まあ来級者。まあこれね、自給者なんで、それは無理だなっていう。サチコだけでお金返してよ。お金返してよって、それは、返したよねっていう。おう、マジで、多分。おう、全額は買うわかんないけど、そうそうそう。お願いします。痴漢、冤罪です。頑張ってください。痴漢はしません。はい。もう何回も言ってるけど、痴漢は、してはな、痴漢して、今最近逃げる人多いだろって。あれでね、どんだけ迷惑してるか、営業先行くときに、お前誰かまた天の逃げましたみたいなのを。だったら、お前、その逃げるんだったら、風俗へっていう。そうそう。単純で買ってもいいけど、フケで集中。まあまあね、フケがね、うん。やっぱりね、まあ、親の子なんで、そこは、まあ、どうしてもやっぱり、なんか、この時期になると、
まあ、老けというか、まあ、仕方ないよねっていう、何か連れて行ってやれよって、知らんがな、俺の知り合いにそんなやついねえよっていう、そうそうそう、黒木とめっちゃ、いや、それはつけるまんじゃ、ジャスティス正義はね、ちょっと貫かなきゃいけないから、そうそうそう、まあ、いうことで、まあ、ジェット、まあ、この辺がね、質的に上だけど、まあ、混戦。うん。能力圏本然だから、もう全然やれるというところはもうこれ証明されたよねっていう。おう、だ全然問題ないっていう。そうそうそう。罰ってことでね。うん。黒木ですいません。もう返済。返済できません。だからね、返済できなくても一生かけて返してもらいますから、マジで。おう、差し押さえますからっていう、これ。そうそうそう。何が、目が嘘でしょうかな。何が嘘やねんってだから。おう、何が嘘や、むしろ聞く。何を嘘、何が嘘ですかっていう。お今これ新聞とかを見て語ってるだけなんですがっていう。おその他で押すとか終わりじゃねえか。いや、むしろ外の方が有利だろうっていう。しろけば分かってねえのかっていう。ちょっと、差し押さえの手続きする放送しようぜっていう。まあ、いや、まあそれはね、表見せるかどうか分かんないけど、もう回収した8万4000円おそれももう本当に有効に活用させてもらおうわって。まだちょっとまあそこまで行ってないけどね。ちょっと、うちの砂が深いから外有利じゃないの。その通りだよ。だからよく分かってる国は、ちょっと、協定特許なら買えるのけど、名橋競馬の特許って、ある意味、かさま、何言ってか分かんないもん。何言ってかもう長い。そしてちょっと分かんないみたいな。もう会社を訴えるのに普通に出勤している人がいるんですが、どうしたらいいですか？何が会社を訴え、なんだよこれ。会社を訴えてるのに普通に出勤している人がいるんですが、どうしたらいいですか？もう分かりませんってこれ。もう話し合いで解決してくださいってこれ。おう、そうそう、二着のやね。二着のやねってなんで二着のやねって。おう、二着のやねって何の話やねんっていう。おう、まあ、普通に、まあ、ジョッキーはね、これ全般的に、おー、まあ、下原さん、河原さん、ね、ね、田中学ジョッキーって、まあ、リーディングはね、想像、製造してるんで、そうそうそう、フードコートで食事してる家族見ると、結婚って家族っていいなと。いや、いいよね、マジで。おー、俺ももちろん再婚したい。おー、ただ今は、当然ちょっとまあ、金もないし、その身分がね、まだちょっと満たしてないってことで、まあ、やっぱ、幸子さんね、幸子さんバージョン2みたいな感じで、また幸せなね、女性を産んでしまうんで、今は我慢するけど、まあ、せめてね、せめて、その彼女は欲しいなと思います、マジで。おー、マヤはもうシンガポールに行って帰ってこない。おー、多分なんか、富豪と、多分、付き合ってる愛人契約してるんだと思う、マジで。そうそう。ハゲ放送してるよっていうね、ツイッター見といてくださいっていう。そうそう。生理的結婚困難者っていう。ちょっとよくわかんないけどね。おまあまあ、最後に嫁に生まれた言葉は生理的に受け付けないっていう。先に言えや、みたいなね。そうそうそう。マヤからも金返してもらおう。まあ、あれは、まあ、ぶっちゃけマヤのね、ちょっとまあ、株を見る目がなかった。まあ、それに乗った俺が悪いみたいな。まあ、あいつは本当はいいやつだから、マジで。うん。まあ、ちょっとね、そのなんだろう。まあ、金に目がくらみすぎっていうのはあるんだけどね。そうそうそう。まあまあ、女の話はいいんだけど、そんな感じで。なんとかね、まあ、プロバイト、ここ一発、うん。やれるだろうと。やれるだろうと。逃げる必要は全くない。多分ね、吉村さんもそこは分かってると思う。多分、向こう上面3コーナー上り坂のあたりからガンガン押していって、まくりながら前垂れてるところをかわして、そのまま突き抜けるわけよ。マジで。やっぱこう、当たりの強いジョッキーだからね。そこは、もう止まろうとするところをね、まあ、バシバシに縛くみたいな。うん。飯田先生のメールはって。飯田先生の、読んでこうか、これちょっと。飯田先生のメール。あれちょっと待って、あ、スマホがとか。まあ、今日はね、でもね、新聞だけだったっけな。新聞だけだった気がするっていう。そうそうそう。新聞。あ、ちょっと待って。なんかいらんの字した。待ってよ。ピュッ、ピュッ、おーしって。おう。今日はね、でもね、飯田先生、特に、どうだろう。おう。なんもなかったと思う。なんか音楽系時間ないぞっていう。まあ、だから、なんもね、特に新聞を出してもらえるんですね。おう。明日の新聞です。よろしくお願いします。以上みたいな。以上みたいな。そうそうそう。スマホ通して画面割れそう。画面、めっちゃ割れてるよ、これ。どうしてくれんねんっていうレベルで、これなんか、ピシーってこうなんか、雲の隅でピシーってこれ、右下が。そうそうそう。なんでもちょっとね、新しいスマホもまあ、欲しいけどね、そうそうこのスマホ、下半分がボタン効かないからね、これ。だそこもちょっとね、まあ新しいの買いたいんで、ぜひね、プロバイドに頑張って120万ゲットして、まあ今年もね、できればいい馬、買いたいからな、やっぱり。みんなにも名前もつけてほしいし。やっぱりちょっとね、飯田先生のところにまた先生のところにも、まあ入れたいから、まあちょっと年に2頭はもう無理かもしんないけど、まあせめて1頭と、いうところはちょっと思ってますということでね。うん、まあまずプラバイドということで、明日の、15時55分発送して、その他11レース、メインです。メインレース。まあこちらでぜひね、8枠12番、スマイルプロバイドをね、応援してくださいということで、次枠は、はい、皆さんね、お待たせしましたってことで、スマイルシュプレームが、まあ故障から、まあ帰ってきたと言いましょうか、ようやくデビューをね、迎えることができることになりましたと、
うん。まあちょっと本当に、まあ一番下のクラスからね、もちろんスタートなんだけど、まだまだちょっとね、まあ発展途上という段階なんで、まあどういうちゃんとレースができるかわかりませんが、まずはちょっとね、温かい目で見守ってほしいなということで、次枠は、スマイルシュプレムの、まあ出走情報ね、やっとできますと、よかったなということで、お届けしたいと思いますんで、よかったらね、また、引き続きご覧くださいという感じでございますということで、では、一旦こちらで、失礼いたします。じゃじゃん。